すやっと寝て、おめめパッチリ元気もりもり滝沢勝内でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。とりあえず初めての花本ということで4本の動画を作って公開しましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ね、面白い内容だったと思うんですけども、皆様もですね、それを練習で乗り越えて、おー、花本って面白い、楽器って面白い、アンサンブルって面白いっていうところまでいければなぁなんて思っている人なんですが、まあそこまで頑張っていただけたらすごく嬉しいところです。で、この5本目の動画はですね、まあ、4本の動画を経た上で、なんかもうちょっといろいろと応用知りたいぜとか、なんかもっと実践的なこと知りたいぜ、もっとステップアップしたいぜという方もいらっしゃるかと思ったので、この動画、5本目の動画で、初めてじゃない花本ということで、ちょっと難しいことをいろいろやっていこうかなと思っております。2つほど、ちょっとテーマをお話しさせていただこうと思うんですけども、1つ目は、このシンバルの入れ方について。で、2つ目は、16ビートを使って、どうやってリズムを作っていくか、どうやってリズムで遊んでいくか、その話をさせていただこうかなと思います。結構難しいと思うんですけども、よかったら、ついてきてくださいませ。よろしくお願いします。まずこのシンバルですね、このシンバルの入れ方、遊び方っていう話なんですけども、まあ、花本と共にですよ、花本単品でやることも多々あるんですけども、まあ、いろいろこうね、シンバルとか、あのツリーチャイムとか、あとまあタンバリンとか、まあ、いろいろとこうね、プラスアルファの楽器を使うことがすごく多い花本という楽器なわけなんですけども、まず最初に揃えたい楽器かなというところです。まあ皆さん自身もですね、シンバル、花本と共に使っている人、よく見かけたことがあると思うんですけども、まあ、これがあるとですね、楽曲に結構幅よく、なんかバランスよくアクセントを入れることができるので、まずはこれの使い方をマスターしたいなと。いう、まあ、ちょっとステップアップ、脱初心者じゃないですけど、まあ、そんな感じの楽器でございます。いろんなね、叩き方とかがあるんですけども、まあ、ちょっと、僕の中のやり方をお話しさせていただきますと、このね、人差し指とか中指とかでですね、このシンバルの端っこの方を、このかするように叩くんですよ。かするように。あんまりこの真ん中ら辺をね、ボーンっていっちゃうと、その、ちょっとこの、鳴りが悪くなる。のと、指が痛いっていう感じになるので、指先の方が本当にうっすら、もう本当イメージとしてはこんな感じ。うっすら、このシンバルにかすっちゃったかな、くらいな感じです。で、この時に指先のこのスピードをね、この、ね、上げることがすごく大事なんですよね。この指先のこのスピード、振り抜くスピード、これ。これがすごい悪くやるとこういう感じ。これでも別にいいんだけれども、あんまりこの綺麗にならないと。それよりも指先を大きく軽く素早くこう鳴らした方がなんかこうすごくシャーンっていい音が鳴ってくれるっていう、そんな感じの楽器でございます。で、僕の場合はですね、このちょっとこのなんつうのかな、ムチのようにこのしなるように弾くこと、叩くことが多くて、ちょっとこの肘とこの指先のこの関係性を見ていただけたらすごくわかると思うんですけども、なんかこの中波を打つというか、この、ムチのようにこの肩からこう、しならせて叩くことが多いんですけれども、私はこんな感じで、ムチのようにしならせて、ちょっとこの指先が花本の端っこをかするような感じで、叩くことが多いです。で、他にはですね、ちょっとこの人差し指を鍵状にして、こういう感じでこの骨を、当てるというか、ちょっとこの軽くノックをするような感じで叩く方もいらっしゃれば、あとはまあ逆にこっち側、その小指とか薬指側をこう叩く方もいらっしゃるところです。あと、まれにね、上から下に行くんじゃなくて、下から上にこうやっていくような人もいたりとかします。これは完璧に好みなので、やりやすい方法とかを、ちょっとこう考えて、模索して、やっていただけたらなというところです。で、右手で叩くこともあるんですけども、僕は個人的に基本的にシンバルは全部左で行きます。右手で叩くことはほぼほぼないです。もうほとんど、もう 100% に近いぐらい左で行くことが多いっていう感じですかね。で、このシンバルのシャーンとともに、低い音のこのバス、を叩くことがすごく多いので、一緒にやってみましょうか。このバスとともに、ジャーンと。こんな感じで。
やってみましょう。たまに空振りをするっていうね。で、8ビートに入れていくときなんですけれども、右手はですね、この、ワン、ワン、ツー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 。こんな感じ、途中のこのゴーストノートをやめて、シンバルに行くっていうような叩き方をします。具体的に言うと、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エンくらいで終わりて、フォー、エンがなくて、ドン。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、ボン。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、ボン。で、ボンと言ったら、ワン、ワン、ツー、エン、スリー、4 and 1 and 3 and 3 and 4 BAM! 2 and 3 and 4 and 2 and ぐらいから左手のゴーストが戻る。 BAM! 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 2 and 3 1 and 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 andで、こんな感じで具体的にはですね、この3 and 4 でシンバルに行って、1、2 and からゴーストノートが戻るって感じなんですけども、まあこれ別にいつゴーストノートが抜けて、いつゴーストが始まっても別にいつでもいいです。曲のテンポとかにもよりますでしょうし、必ずここで終わってシンバルに行って、ここでこの戻らなきゃいけないっていうことは全くなく、基本的にこのね、低いと高いのこのビート、を大事にしながら、このシンバルの方に行って、で、まあ、そのまま戻ると。で、ちょっと慣れないとね、その左手があっち行ったり、右手がこっち行ったりっていう、このね、コンビネーションがこの崩れるというか、それつられて、なんかこう、おーみたいな感じなんですけども。まあ、その辺は本当慣れです。右手がずっとこのオートマティックに、ずっとこの低い、低い高いを繰り返していく中で、まあ、そのシンバルが自然とバーンと行くように。こんな感じです。で、16ビートでもやってみましょうか。1 and the, 1, 3 and the, 3 and the, 4 and the, 1 and the, 3 and the, 3 and the, 4, 1, 3 and. これも同じように、3 and the, 4, 1, 3 and the, 3 and the, 4 and the, 1 and the, 3 and the, 4で、左手が振りかぶって、1, 3 and the, 3 and the, 4 and the, 1 and the, 3 and the, 3 and the, 4 down, 3 and the, 3 and the, 4 and the, 1 and the, 3 and the, 3 and the, 4. こんな感じで、入れていきます。僕がこう結構スムーズにやってるから簡単そうに見えるかもしれないんですけども、意外とね、やってみるとですね、手がこう、つられてしまって、おー、ぎこちねーみたいな感じになると思うんですが、まあ、ここは本当ね、慣れです。それぞれのこの右手、左手が、その、オートマティックにこうね、やらなきゃいけないこと、その、動作をするように、まあ、ちょっとこう、頑張って練習していただけたら、すごく嬉しいなというところなんですけども、その塩梅です。で、二つ目の、今日の、今回の動画のテーマ、まあ、リズムの作り方って感じなんですけども、まあ、2本目の動画の16ビートはですね、基本的に左手はゴーストノートしか打たないよなんていう話をさせていただきました。しかし、このね、右手と左手の、この、高い音と低い音をね、この位置を変えるだけでですね、結構いろんなリズムが作れるんですよ。この右からスタートして、右左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 ってこの交互に行くことを、そのオルタネイトっていう言い方をするんですけども、まあ単なるオルタネイトでも、左手を、まあとあるとこでこのゴーストじゃなくて、低い方に持ってったりとか、まああるところで左手が高い音を叩いたりとか、ちょっとこのアクセントをいろいろつけるだけで、オルタネイトでも十分いろんなリズムを作ることができるんです。ちょっとゆっくりやってみますね。今から、少し叩いてみますけども、基本的に全部オルタネイトです。オルタネイト。
で、それの手をそのどこに持っていくかでリズムをコントロールしている感じなんです。ちょっとやってみます。結構いろんなリズムが作れるんで。ワン、ツー、スリー、フォー。なんかすごいこうパッと聞くとなんかめちゃくちゃ難しいことをしているような感じがしませんか？けど実際はずっと右左右左を交互やってるだけで、その叩く位置をゴーストなのかそれとも低い方なのか高い方なのかを変えているだけなんです。まあ変えているだけといってもですね、ちょっとまあリズムの置き方みたいなのがもちろんそういう経験というかテクニックだったりとかするんですけども、まあ皆さんが思ってるよりかは全然難しいことはしないということをまあちょっと強調したいというところです。ちょっと練習としてはそうだな、例えばこんな感じ、ワインエンダトゥー、ワインエンダトゥーとある中でワインエンダ、ワインエンダトゥー、ワインエンダトゥー、ワンエンダトゥー、ワンエンダトゥー。ここでちょっと左手の低い音を入れてみましょうか。ワンエンダトゥー、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 ワンエンダトゥー。で、同じように。ワインエンダトゥーエンダ、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 ワインエンダトゥー。わかります？ワインエンダ、トゥーエンダ、このダの時に低い音を入れる。ワインエンダトゥーエンダ、ワインエンダトゥーエンダ、ワインエンダトゥーエンダ、ワインエンダトゥー。このワンインエンダ、4個目の左手に低い音を入れるというのは結構よくやるので、これぜひ覚えていただけたらすごく嬉しいですね。今のちょっともう一回やってみましょうか。一つ目のパターンとしては、ワンインエンダトゥー、これ。で、もうちょっとシンプルに、そうだな。ワンインエンダ入れてみました。で、その次のパターンとしては、二つ目のパターンとしては、ワンインエンダトゥーエンダ、ワンインエンダトゥーエンダ、ワンインエンダトゥー。ちょっとごめんなさい、さっきと変わってますけど、トゥイエンダ、トゥイエンダ、ワンイエンダ、トゥイエンダ、ワンイエンダ、トゥイエンダ、ワンイエンダ、トゥイエンダ。で、これは両方ともできたらちょっと合わせてみると、ワンイエンダ、トゥイエンダ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 、ワン。まあやってみると実際すげえむしーってなると思うんですけども、そうですね、もう一個ぐらい、また別のパターンとしては、ワインエンダトゥーエン、ワインエンダトゥーエン、ワインエンダトゥーエン、ワン。右手でドンドン、ドタン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 。こんな感じでこの低いほど入れてみました。どうでしょう。そうするとね、普通にこのシンプルにこれと聞き比べると、すごい、なんかこのリズムがなんか生き生きした感じがしますでしょうか。こんな感じのリズムです。他にもですね、まあその高いところを入れたり低い音を入れたりとかしてですね、まあいろいろこうするとまたリズムがどんどん変わったりとかすると思うんで、まあその辺はいろいろと遊んでいただけたらなというところなんですけども、まあちょっと例を出すとするとそんな感じです。いかがでしょうか。
で、このシンバルとリズム遊びをいろいろこの組み合わせると、まあ、オルタネットだけでも十分楽しく演奏ができるというところでございます。ちょっと最後にゆっくりなんかやってみましょうか。適当にデモンストレーションじゃないですけども、できるだけオルタネートで、ちょっと最後に少しデモンストレーションしてみようかと思います。よかったら、すごいスロー再生したりとかして、ちょっと私の手順を真似してみたりとかしてみていただけたら幸いでございます。じゃあ、ちょっとゆっくり弾いてみましょうか。叩いてみましょう。最後にデモンストレーションで16小節ぐらい。1、2、3。今回で。1 and 2。いきます。1、2、1 and 2。こんな感じ。そうだな。割と悪くない気がする。うん。まあ、こんな感じになるわけでございますけども、いかがでしょうか。何度も言うですけども、基本的にこの右手と左手はずっとオルタネートでやっているので、実際慣れてくるとですね、そんなに難しいことをしているわけではないってことに気づくかと思います。まあちょっとですね、かといってすぐにできるわけではないと思うんですけども、練習していただけたら嬉しいところです。そうだな、これは最後に本当にめちゃくちゃおまけ話、すごくおまけ話です。すごくおまけ話。これは最後おまけ話。めちゃくちゃ難しい話をします。左手と右手、今、オルタネートでやってますけども、そのオルタネートをね、崩すっていうパターンもあったりとかして、それができるようになってくると、またさらにむちゃくちゃ面白いところなんですよ。1円だ、2円だ、2円だ、2円だっていう中でも、例えばその、わかります?う、あ、う、う、あ、う、あ、あ、う、あ、う、う、あ、う、あ、あ、う、あ、う、まあ、このね、パラディドルって言うんですけど、パラディドルっていうのはドラムのテクニックなんですけどもね、う、あ、う、う、あ、い、あ、あ、う、あ、い、あ、い、あ。とかもやったりとかすると、例えば、みたいな感じで、この右手と左手がこのオルタネートじゃないパターンとかも、できたりとかするので、もし余裕があれば、う、あ、い、あ、い、あ、あ、う、あ、い、あ、い、あ、あとか。これ、カホンじゃなくて、膝でいいです。こんな感じで。で、このゴーストノートか、このダブルって言い方するんですけども、抜かず、打てるようになってくるとすごく面白いんですが、うん、まあもし余裕があればこんなパラディドルも練習してみてください。あともう一個できると面白いのが6ストロークロールっていうテクニックがあるんですけれども、右手発信でうあああいいあうあああいいあうあああいいあうあああいい
いあ、うあ、あ、いいあ。頭だけその高い音をバシンと言ったら、他ゴースト。うあ、あ、いいあ。こんなパターンがあるんですけども、これすごく便利で、なんだろう、こう、こう、ああ。はあ。うまく決まらない。はあ、うん、うまく決まらなかった。でもまあね、この6ストロークロール、うわいいや、うわいいや、まあ、ちょっと練習しておいていただけると、まあこれからステップアップをするときに便利かもしれないという話でございます。そんな感じでパラディドルとシックスストロークロール、ちょっとこれは練習しておくと、いつか役に立つかもって感じなので、まあ、もしよければ覚えておいていただけたら幸いでございます。まあ実際すげえ難しいんで、あんま気にしなくてもいいような気がして きました。なんかもうちょっとプラスアルファで突っ込んだ話したら面白いかなと思ったんですけども、ちょっと今の話は脱足だったかもっていうところでございます。では、そんな感じで、まあ、以上5本の動画になりましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、5本目の動画はかなりアドバンスな内容で難しかったと思うんですけれども、まあ、そういうのも練習してですね、ぜひこのリズム楽器の面白さ、カホンの面白さ、セッションの面白さ、アンサンブルの面白さ、気づいていただけたら、幸いでございます。じゃあ、そんな感じで、本当に今回のシリーズを終わりさせていただきましょう。もし何かですね、ご意見、ご感想、リクエスト、その他もろもろありましたら、ぜひお気軽にコメントの方残していただけたら幸いでございます。そちらの方を反映させていただいて、次回の動画に、役立つ時もありますし、皆様の質問がそのまま次の動画になることも多々ありますので、よかったら皆さんの汚いご意見をいただけたら幸いでございます。じゃあそんな感じで、本当に動画を終わりさせていただきましょう。最後までお疲れ様でございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。スヤッと寝て元気な滝田でした。じゃあねー。